一番最初の時のこれは2009年の時に、まあ、これちょうど民主党政権だけどね、その時はに、まあ、父になった後、はい、その後ほもう一貫してあれだよね、4年ごと勝って13年17年21年、はい、すごいよね、ぶちっきり、すごいです、もうあのだからすごい人気あるんだね、だからこういう方静岡県で選ばれるっていうのはちょっと私よく分かんないんだけど、はい、まあ民主主義といえば民主主義なんだけどね、はい、だから考えてみるとこの暴言たくさん出した人を選んじゃった静岡県のせいでも県民のせいでもあるんだけどねまあでもリニアの話なんかあれだよね、いい迷惑でね、ほんのちょこっとのとこだけで随分言ってね、それでだからリニアの話だともっと公明党がきちんと言わなきゃいけないんだと思ったんだけどね、深川さんが言って論拠になってるのは、はい、まあ